佐藤ひろこでしょうねを始まるよ。Ladies and gentlemen, this is 佐藤ひろこでしょうねを。こんばんは、佐藤ひろこです。佐藤ひろこでしょうねを、今夜は第49回目の放送です。本放送をお聞きの方は3月6日金曜日、そして再放送をお聞きの方は3月の8日日曜日、皆さんそれぞれいかがお過ごしでしょうか。いよいよもう3月になりまして、今年度最後ということですよ。あ、マジっすかみたいな、マジですか。早い、今年度は本当に早かったです。で、私はですね、もう先週の放送聞いてくださっていた方ならもうバッチリ聞いてくれたと思う。あの、はい、風邪をですねゴリゴリこじらせておりまして、で、先週の放送がガラガラ声だったんですけど、今日はどうかな、通常運転ですかね。まだちょっとこう鼻の奥にお鼻水さんが残っておりまして、ちょっとなんか溺れてる感じでずっと話してるんですけれどもね、ちゃんと私はお話できているんでしょうか。体調管理でねとか言いながらも、風邪をひいてしまったりとか、まあ、そういう体調のコンディションを崩しちゃうのってまあ仕方ないかなとかさ、思ったりもするんですけども、いや治るのが遅い。いやもうほんとラジオをお聞きの皆さん、こればっかりは本当ね、もう参りました、佐藤ひろこ参りましたですよ。もう全然治らんって。SNS でもね、私この話をちょこっとしたんですけども、だいたい私の風邪をひいた時の何ですか、順番みたいなのがあって、また風邪をひいたらですね、こんな風に私佐藤ひろこは具合が悪くなり良くなっていくんですよっていうのをちょっと、ツイッターでつぶやきました。これは3日前のやつですね。まず1、喉が痛くなる。その2、熱が出る。で、その後熱と咳が出てる。で、この熱が出ないパターンもあるんですけど、だいたい喉が痛くなったと咳が出る。で咳が出た、熱下がったら咳だけめっちゃ出る。で、その後が鼻水が出る。これめっちゃ出る。で、鼻が詰まる。そして完治というところなんですけどもね、完治理科、完治理科の完治ですね。違いますね、治る方ですね。まあ一応私こういう話になってるんですけど、で、先週がどこだったかというと、咳が出る、大体だから熱が出て熱と咳が出るなんですけど、今回は熱出なくて一回咳が出ちゃってて、で、咳だけめっちゃ出る手前でちょっと戻ってぶり返すような感じから熱が出ちゃってだったんですけども、だ前回は熱が出る前の咳でした。結構行ったり来たりしながらですね、で、今鼻が詰まる、完治理科の前ですね。完治、あ、違う、完治だどうでもいいわどうでもいいわさあ、そんな完治目前の佐藤ひろこですけれどもね、今夜も30分お付き合いいただきたいです。今夜も、放送日の今日今録音しているので撮ったしですね、あの最近近況なんかもお話ししながら、お話ししながら進めていきたい30分。今夜も最後までお付き合いよろしくです。あとメッセージも届いてます、こちらも紹介します。この番組はアイケアステーション、干し芋王国土崎農園、水道のことなら何でもお任せ株式会社水井、キッチンカー
ひろしのベリーズベリーの提供でお送りします。まずは一曲お届けします。佐藤ひろ子で何にもない。光輝いた水滴一つで震える心は巻き戻せるから、無責任につぶやいてしまうコピーペーストで、目を閉じて確かなものに恐れずに今情報に左右される心に蓋をして、不安を隠せない、麻痺してゆく日々を追いかけてしまう、ないもんないもん、したのは佐藤ひろ子で何にもない。サクラフルというアルバムの中の一曲です。ぜひ CD もゲットしてね。
佐藤ひろ子でしょう。佐藤ひろ子がお送りしている佐藤ひろ子でしょうネオです。久しぶりにファックスが届きました、こちらは3月3日付で送ってくれたファックスだね。ありがとう、こちらは茨城県結城市からです。ラジオネーム左投げ左打ちのマリーンズ命さんです。ありがとうございます。マリーンズ好きなんだね、こんばんは佐藤ひろ子様。こんばんは。2回目の投稿です。コロナウイルスの影響で楽しみにしていた3月1日道の駅三部、これ一回富士に見えた三部だね、三部にて行う予定でしたライブ、残念ながら中止。仕方ないですね。でも一番辛いのは佐藤ひろ子様ですよね。去年の12月初めてライブを見た時、こんな人とまたきっと会えるはずと思ってました。あの日はとても寒い日で手がかじかむくらい冷たかった中、ギターを弾きながら歌ってました。それとは逆に皮肉にも、皮肉でも晴天でポカポカ陽気だった。3月1日自分は小山市小山祖母公園へ行き、お散歩したりベンチに座ったりで時間を潰して楽しく過ごしました。きっとまた会えるでしょう。今度は少しでも会話できたらいいですね。かっこ自分が生きているうちに、現在52歳、それではお元気でというふうにいただきました。左投げ左打ちのマリーンズ命さん、ファックスありがとうございます。いや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 、元気でニコニコ健康体でいてくださいよ。まあそのためにお散歩とかしてるのかな。確かに3月1日はね、コロナウイルスの影響でですね、楽しみにしていたイベントが、中止になってしまいました。これ延期じゃなくて中止なのでね、三部の日フェアの次回はまた来年の3月の上旬だと思うんですけれども、いやなかなかね、3月いっぱいはちょっと難しそうかな。まあね、早くコロナさんが あっち行けあっち行けっつって言ってくれることを私も本当に願っているし、まあでもまあポジティブにというか考えたとするならば、この左打ち振り左投げ、あ違う違う、左投げ左打ちさんね、時間を潰したよって書いてあるけど、そんなことなくない？だってさ、楽しく過ごしたんでしょ？ベンチで座ったりしてお散歩したりして、素敵なことじゃん。ぜひね、一緒に深く深く深呼吸してみてください。たくさん吐くとたくさん息が吸えるので、そうすることで体の頭から足の先までつま先まですっごいすっきりするんでね、そんな時間の過ごし方もいかがでしょうか。メッセージありがとうございます。もう一つ読もうかな、ラジオネームジャスミン伏瀬さん、いつもおはがきありがとう。2021年2月14日の宇都宮総合文化センターでのワンマンコンサートおめでとうございます。スケジュール開けときますというふうにいただきました。ありがとう。そう、来年2021年の2月14日にコンサートやりますからね。なので左投げ左打ちさんもぜひ来てください。この後はゲストコーナーです。佐藤ひろ子でしょう。ということで潜入で、私ただいま石川畳店さんに来ちゃいました。石川畳店さんというと佐藤ひろ子の、ギターのケースにくっついている餃子のストラップでおなじみなんですね。それの制作者のもとへ訪れてみました。お話伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。突然マイクを向け出しまして本当に失礼いたしました。いよいよ工房の方に私は来てしまったわけなんですけれども、まずは初めましての方にですね、ちょっと自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、市役所前、で石川畳店営んでおります、どうぞお名前を。はい、私は石川ひろみと申します。よろしくお願いします。
実はこの餃子のストラップ、ほのかに話題で各メディアでも取り上げられているなというふうに思うんですけれども、お一人で作られてるって伺ったんですが。はい、70% ぐらいが私で、 30% はお父さんに手伝ってもらってますお父さんっていうのは旦那さんですね。はい、そうですこれこの量で、何年ぐらい前からこれ作られてるんでしたっけ。ちょうど去年、一昨年の10月から発売なので、1年とちょっとなりますね。売り上げは、売り行きはどれですか。まあ、上々だと思います商品の説明もぜひ伺いたいんですけれども、はい、これはどういった商品になってるんでしょうか。はい、うちは畳屋なので、畳のへりの部分で、まあ、種類がいっぱいあるので、その部分で餃子を作ってるんですけど、中に熊本産のいい香りのするいぐさが入ってます。なんでこれをもともと作ろうと思ったんですか。はい、一昨年の春に、レディオベリーさんの方に出演した時に、宇都宮餃子会の鈴木さんにお会いしまして、うん、それが縁で餃子を作ってみないかっていうことになって作り始めました。これってじゃあ宇都宮餃子会オフィシャルグッズなんですか。そうですね、監修になっています。そうなんですね。実は私はですね、餃子のストラップ以外にもオリジナルのポーチとかたくさんプレゼントでいただいておりまして、今もそれ使っているんですけれども、どれも作りが丁寧だなっていうふうにすごく感じるんですけど、これは何か作る時のなんかこだわりとか、なんか苦労みたいなのもあるんですか。もともとお裁縫が得意な方ではないので、まあ、時間をかけながらゆっくり作るんですけど、裏地の部分にもう何かしら猫が入ったものを作ったり、あ猫が好きなんですそうですか。結構置物とかもね、うんうん、そんな感じで、もうこだわりは猫。そうです自分の好きなものを入れることによって集中力を持って作ることができる。楽しみながら作ることができる、はい、なるほどな。最近の推しのアイテムはどれになりますか。もう餃子オンリーです、今のところ。本当に餃子、今まあ工房に来ているんですけれども、たくさんの畳と、そしてヘリ、いろんな種類が本当に数多くあるんですが、作ってる途中のその餃子ストラップの何ですか、餃子でいう皮の部分が全部閉じてない餃子がたくさんあるんですけれども、工程といえばどういうふうに作っていくんですか。はい、一応普通の餃子と一緒で、丸いものを作りまして、バイアスを巻いて、ひだを寄せて、あ、本当だ、本当に食べる餃子と同じ工程で作ってます。ただ具は最後かな。そうなんです、この袋状になったところにいぐさを詰めまして、今旦那様の方がいぐさをですね触っておりまして、あ、じゃあちょっと少し触らせていただきますね。わっ、いい香り、あ、こんなにサラサラとしたものなんですね、はい、あ、そうですよね、さすがにこの中に入れるのに濡れてたら、しっとりしてたらかびちゃったりとか原因になりますもんね。実はこれもね、初めの頃はね、もうちょっと長いものをいっぱい入れてたんですけども、うんうん、やっぱね、使ってると餃子が潰れちゃうんですよ、痩せちゃうんですよ。あ、それでは今このもっと細かくしてね、たくさん詰めるように今改良してます。コスト面とかじゃかかるようになっちゃいますよね。もともとコストは考えてませんので、畳の PR なんで、その代わりたくさん楽しいヘリがあるんでね、選ぶ楽しさをお客さんが考えて感じていただければいいのかなと思ってます。確かに今目の前に、先ほどおっしゃった猫とか花柄とか、あとはくまモンとか、はい、いろんな柄があって、畳のヘリね、畳のヘリです、はい、畳のヘリ、餃子の皮の部分になっていますけど、まあ、いろんな柄の本当にヘリがあるんだなっていうのがすごい印象深いんですけれども、あ、なんか旦那様の方が何か新しいものを例えば持ってまいりました。紐状のものです。いや違うな、これ、あれ、これヘリで作ったヘアーバンドですね。そうなんです。え、これもしかして
試作品ですか？そうなんです。試作で作ったものなんでね、どんな感じになるかわからないんですけど。うわ、これすごいかわいい。あ、夏場とかにいいですね。あ、香りもいやっていうか、このお店に入っただけですごい畳のいい香りがするので、物全部しますよ。そうです、これもしますね。で、あ、本当だ、猫のキャラクターもいますね。へえ、いや、いろんな商品がこれから餃子以外にも作っていくという感じなのかなと思うんですが、じゃあちょっと最後にですね、まあ、今後の展開とか何かちょっと告知できるような、お話できるような内容があれば伺いたいなと思います。はい、まあ、うちとしてはね、畳部屋であることには変わりないので、お客様に丁寧に畳を提供していくってことに変わりはないんですけども、ただ新しい情報としまして、とちまるくんとミアリーの柄が入った畳のヘリを、オリジナルベリーを今度作ろうと思ってまして、いろんなことでお客さんに楽しんでいただこうと思ってます。なるほど、いろんな可能性が秘めてて楽しみですね。はい、小物作りも楽しんでいただけると思いますし、畳の方でも、はい、どちらにしても畳でこう栃木を、そして宇都宮を元気にしていくという感じなのかなと思いました。あと、今日は突然工房の方に遊びに来させていただきまして、ありがとうございました。本日のゲストは石川畳店さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということで、今夜のゲストは石川畳店さんのお二人でね、もう本当仲良しご夫婦なんですよ。友達でもあり、家族でもあり、愛する妻夫でありみたいな、なんかその2人を見ていると、あ、いろんな顔を持つ2人っていうのってすごく素敵だなと、そんな風に思いました。で、今日1曲最後に、ね、お届けするのはですね、今もかかっておりますけれども、パズルという曲で、これね、石川さん旦那さんの方がいつもパズルパズルパズルだってパズルだってって、もうパズル大好きなお方なので、今日は2019年12月8日に行われた佐藤弘子バースデーワンマンライブの中からパズルをお聴きください。穴の開いたような心は風通しのいい世界だ。私にはまるで地獄さ、涙が出ちゃう。会いたくて会いたくて会えなくて会えなくて、こんな気持ちはどうする。愛しくて愛しくて愛しくて、あなたがほら足りない、大きなライトを言葉に詰め込んでも空っぽのまんまだ。息を染めてる甘い甘いレッドはまだ残ってるから、思い出の赤い靴鳴らしてステップ刻んでゆくの、悲しくなんてないでも涙が出ちゃう。会いたくて会いたくて会えなくて、こんな気持ちはどうすりゃいいの。触れたくて悲しくて愛しくて愛しくて、あなたがほら
くて、だけどまだ完成しないと分かった。パズルは引き出しの中で泣いてるんだろうな。あなたがほら ということで、今夜の放送はいかがだったでしょうか。今日はね、おはがきとそしてメールも、あとファックスもね、今夜はいただいてたんですけどもね、全部紹介できなくてごめんなさい。これ来週必ずまたご紹介しますけど、メッセージを一つだけメール、これは読んでみようかな。こちらはラジオネーム浜ちゃん、ありがとう。佐藤ひろこさん、こんばんは。足利ポテト入り焼きそば、足利シューマイを食べたことありますか、というふうにいただいたんですが、いや、お恥ずかしい話、私栃木県の番組もやってるし、足利ね、三部、私今三部町に住んでますから、三部からもそんなに離れてないけど食べたことないんですよ。いや、本当恥ずかしいですけれどもね。いや、浜ちゃんって地元の美味しいものたくさん知ってるんだよね。この間も差し入れでさ、甘いものね、いただいてますけども、ありがとうね、わざわざさ。これでちょっと皆さんから、ラジオ聞いているあなたからも、ぜひふるさとの美味しいもの、これおすすめなんでひろこさん食べてみてとかっていうのがあったら、ぜひ聞いてみたいなと、そんな風に思います。メッセージの宛先は郵便番号 320-8601、 栃木放送、佐藤ひろこでしょうねを係。ファックスの方は 028-643-3311、 メールの方は ds941@hiroko310.com です。あなたからのメッセージをお待ちしています。佐藤ひろこの詳しい出演情報なんかは、佐藤ひろこホームページ、ブログ、ツイッターなどをチェックしてください。栃木テレビのイブロックプラスは、次回は3月の12日木曜日夕方6時からね、ご覧ください。それではまた来週、お相手は佐藤ひろこでした。この番組はアイケアステーション、干し芋王国土佐木農園、水道のことなら何でもお任せ株式会社水井、キッチンカーひろしのベリーズベリーの提供でお送りしました。明日もいい日でありますように。